イルマくん、おじいちゃんだよ。理事長だった。お願いだから変なこと言わないで。そして孫のイルマくんと撮った一枚がこれです。僕がお前した。後ほど全員に配布します。誰もいらないよそんなの。よし、言いたいこと言ったから終わり。リスってるアブルズすっともぬアベルウルマホラバ。助けると思っているマくん、お願い。君、親のせいで幼い頃から働かされてろくに学校通えてなかったでしょう。大丈夫、手続きはもう済んでるんだ。僕は君のおじいちゃんだもんな。おじいちゃん、あー、いい響きだね、おじいちゃん。入学式では写真撮ろうね。ジャパン。この香水で人間の匂いは消えたから安心してね。あの、僕やっぱり、いやでもイルマくんがいい子でよかったよ。もし断られたら僕は君を今夜の食卓に出すしかないもの。え、何か言った？悪魔の孫になってしまった。14年間不幸だったイルマは何事も受け入れる癖がついていたので、いやさすが我が孫、幸先いいイルマくん。早速新入生全員を配下に収めましょう。イルマさん、まず誰から切りましょうか。お命じください。イルマくん、この写真学園ホームページのトップ画面にしていい？やめてください。あー嬉しい、孫の入学式、初めてのカバン。学校のことなんですが。あ、その前に、は、見て見て、奮発しちゃった入学祝い。え、僕に？でも昨日もいろいろもらいましたけど。もうあれは初孫祝いだよ、これは入学祝いだってば。ザ・過保護。あ、これ目覚まし時計、朝お寝坊しないで起きられるようにね。よし、あと追うぞ。初投稿ビデオに。今日は一日自宅業務です。ちょっとオペは、今までどれだけ奴に振り回されてきたことか。気まぐれで給料を減らす、自作の説明書どうしつける。めっちゃ笑ってる。すげえ余裕だな。さすがです、イルマ様。ヘラヘラしよって、奴にそっくりだ。そう、やかましく節度がなくマイペース。私の三大剣法を凝縮したミスター敵と、あのアホ理事長に。ほら、それはダメ。理事長、おじいちゃん。はい、おじいちゃんだよ。もう軽い子くんたら。今イルマくんの腕ごと吹き飛ばそうとしたでしょ。え、こら、短期は寒気。もう騒音に驚いてきてみれば。かわいそうに、お腹を空かせて泣いてたんだね。あれだけ吸わせても十分に足るほどの魔力を持っていると。恐るべし、サリバン理事長。記念にデピー。デピー、行ってきます。行ってらっしゃい。だいぶ学校に慣れてきたようですね。孫の成長ってこんなに嬉しいものなんだね。あ、いやー、よかったねイルマくん、二人もお友達ができて。あ、いや、あの、二人は友達というか、一緒に遊んで気軽に話すってだけで。そういうのを人間界ではお友達って言うんじゃないの？違ったっけ？ねえねえ、今日は僕も大事な職員会議があるから学校行くよ。クラス分け決めるんだ。イルマくん、今日のクラス発表だけど、イルマくんは特別なクラスにしといたよ。特別？ほら、イルマくん目立ちたくないって言ってたでしょ。だからおじいちゃん、その願いを叶えてあげた。はいよ。
ようやく納品されたよ。かわいい孫の送り迎えのために特注した馬車。イルマくん、乗り心地はどう？あ、いいです、最高です。モンペラさん、今日のご飯もすごく美味しいです。ありがとうございます。あれあれに、イルマくん。で、懲役は何年ですか？判決が早いよ。ただの聴取だって。冤罪なんですか？もちろん、だってバレるわけないよ。自白してますね。イルマくん、おじいちゃんのことが心配で食事も喉を通らないんじゃ。今は食後のゲームしてますね。ゲーム、もうちゃっちゃと終わらせちゃって。イルマくんの参観に間に合わないでしょ。緊張する。目の前にサリバン校が。ではまず、初恋の相手は。緊張しすぎてわけのわからんことを。長くなるよ。ぜひ。この取り調べ官は即座に交代となった。ずるいずるいずるい、すぐ帰るから。バトルパーティーは絶対に行くからね。だからイルマくんには夜更かしさせずにあったかくして、眠るときには本を読んであげてね。おじちゃんだよ。イエー、初通話。理事長が今馬車を取りに行っています。イルマくん、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃいませ。お待たせ。あれ、イルマくんは学校へ向かわれました。今すぐ追いかけないと。ガチャ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 。イルマくん、遠慮しないで。おじいちゃんが送っていくよ。イルマくん、おとなしく乗っていった方が目立たないの。かわいいでしょ、でしょ、かわいいでしょ。しかし似とらんな。まさか誘拐。ノーコメント、うん、だってこういうのは年功序列でしょ。ワコードは身を引きますよ。はあ、何がワコードじゃ。ほぼ同い年じゃろ、ババア。その肌にいくら使ってるんだ、若作りババア。重荷は男が持つものでしょ。あなたたちより2歳も若い私に魔王の座を負わせようなんてずうずうしくてよ。2歳って歩容令状。はい、令状。何それ、何やってんだ、さっちゃん。特訓よろしくお願いします、理事長。もうイルマくんってば、学校の外ではおじいちゃんでしょ。何のためにお家まで帰ってきたの。え、すみません、特訓のためじゃなかったんだ。じゃあまずは軽く投げてみようか。あそこに向かって。どうしたの？心のメモリに保存してる。厳重にセキュリティロックかけとかないと。メモ？セキュ、何？ありがとうおじいちゃん、ありがとうおじいちゃん、ありがとうおじいちゃん、ありがとうおじいちゃん。デビッデビッデビ。じゃあ僕は行くね。ただいま。お帰りなさいませ。どうなったの、初級試験教えて教えて。最後はアズくんと一騎打ちになったんですけど、なんとか無事にランク昇級できました。それで理事長が今から準備すると言って聞かなくて。イルマくんのバーチャルパーティー全編ノーカットで、あらゆるアングルから撮影するよ。準備よろしくね。イルマくん、決める昇格おめでとう。おじいちゃんも鼻が高いよ。ありがとう。壇上でも堂々として、前はあんなに目立つの嫌がってたのに。目立つ？イルマくん、まさか。イルマ、これまでの騒動で麻痺してたけど、僕ものすごく目立ってる。イルマくん、うんうん、そんな時間。イルマくん、久しぶりにおじいちゃん特製の馬車使う。使っちゃおう、使っちゃおうよ。大丈夫、行ってきます。イルマくん、行ってらっしゃいませ。悪敷の指輪が少しお腹を空かせているね。魔力を食べさせてあげよう。はい、指輪もいっぱい食べなきゃね。
これでお腹いっぱいになった。ありがとう、おじいちゃん。イルマくんもお腹いっぱいになるまでと。